モニュメントバレー観光を終え、世界遺産であるグランドキャニオン国立公園に向かいます。グランドキャニオンはアリゾナ州に位置する渓谷で、赤い岩の断層が何百万年にも及ぶその地の歴史を物語っています。幅が平均約 16km、 深さが約 1.6km、 長さが約 443km という壮大な規模を誇ります。この地域のほとんどはコロラド川の急流と圧倒的な眺望で知られる国立公園になっています。グランドキャニオンは年間を通じてアメリカ人はもとより全世界から多くの観光客が訪れます。その数はおよそ400万人です。
2000メートルに位置するフラッグスタッフに移動して、今夜はそこのホテルで泊まります。